マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果が高いリンゴ酢。ところが、このリンゴ酢ダイエットのやり方を間違ってしまうと逆に太ってしまうんです。そこでこの動画では、まだあなたが知らない太ってしまうリンゴ酢ダイエットの間違った方法がわかるんです。もしあなたが痩せる正しいリンゴ酢ダイエットの方法を知りたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。危険、間違ったリンゴ酢ダイエット、詳しくお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その根本的な痩せるポイントを押さえていきましょう。その上で2つ目、間違ったリンゴ酢ダイエットの太る原因7選を詳しくお伝えしていきますね。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その痩せるポイントをまとめております。まず1つ目、リンゴ酢を取っていくとあなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うからなんですね。なぜかというと、たくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢が持つ酢酸という成分がですね、一番高いのがこのリンゴ酢なわけですね。で、この酢酸が何をしてくれるのか、あなたの腸の動き、蠕動運動をめちゃくちゃ活発にしてくれるからです。なのでその結果代謝が上がって、余計な老廃物が出てデトックス、そして基礎代謝が上がりますから、痩せ体質へと、まあ、根本的に生まれ変わることができるということなんですね。では2つ目です。リンゴ酢を飲むと血糖値の急上昇を抑えることができます。すごく大事ですよ。どうせ食べる時にですね、どなたでも血糖値は上がります、まあ、特にね、血糖値が上がりやすい食べ物、まあ、油物だったり甘いものだったりってありますけれども、いずれにしても食べれば血糖値って上がるんですよね。で、その時に放っておくと、その間脂肪をどんどん溜め込んでいきます。で、その血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢の効果になります。なので結果、脂肪を溜め込みにくくしてくれる効果があるということですね。そして痩せるポイント3つ目はこちら、あなたの食欲を抑えてくれる効果があります。なのでしっかりと、例えば朝ごはんの時にですね、リンゴ酢ドリンクを食事と一緒に取られると、その日一日の食欲を朝から抑えることができたりっていうね、嬉しい効果もあるんですね。では4つ目のポイントはこちら、デトックス効果になります。いくら痩せたいと思ってですね、いろんなことをしたとしても、余計なものが体に溜まっているままでは痩せません。まずは断捨離です。大掃除ですよね。余計な老廃物とか、まあ、有害物質ですね、まあ、脂肪もそうです。そういったのをしっかりとまずは出してからこそいいものが入りますから、まずは体の大掃除をすること。その時にこのリンゴ酢を飲むことで、余計な老廃物をどんどん外に流してくれる効果がありますから、それもやはり痩せるポイントの一つということになります。ではポイント最後5つ目はこちら、脂肪燃焼効果があります。リンゴ酢がすごいのはですね、血液中の脂肪を、まあ、どんどん溶かしてくれて、どんどんとやっぱり燃やしてくれるわけですよね。そうするとあなたの血液がサラッサラに流れ出します。そうするといいことが起こります。何か、あなたの末端、毛細血管まで隅々と酸素と栄養を届けることができます。で、しかもそこに溜まったゴミ、老廃物ですね、をごそっとかき集めて、またちゃんと元に戻して、こう循環がすっごくですね、まあ、良くなるわけですよね。そうするとやはり代謝も上がりますから、もうぜひですね、この脂肪燃焼効果があるリンゴ酢を、まあ、以上5つのポイントですね、押さえた上で次の項目に参りましょう。ではここから2つ目の項目です。太ってしまう間違ったリンゴ酢ダイエットの原因7選ということで、1つずつお話ししていきますね。1つ目の原因はこちら、添加物がたっぷり入ったリンゴ酢を飲んでしまっていることになります。ポイントは無添加であることが大事なわけです。例えば添加物が何かと言いますと、こちら、人工甘味料ですね。リンゴ酢を買ってみたけれども、もともと甘い味がついていた、それにはたっぷりお砂糖や、特にこの人工甘味料がもっと悪いですね、甘さが砂糖の数百倍あります。なのにカロリーがないんですよね、まあ、低いわけです。
となるとあなたの味覚や脳がおかしくなってしまうわけですね。そもそも甘いのにカロリーが少ないってことはあれおかしいって脳が勘違いします。そしてあなたにこれはいけないと、もっともっと食べろ食べろと、ね、命令されてしまって、あなたは結局やめられない止まらないになってしまっているわけですよね。ですから必ずリンゴ酢を買うときはこの人工甘味料が入っていないものですね、無添加にしましょう。でプラス化学調味料も危険です。調味料かっこアミノ酸等と書いてあるようなこういったものが入っているような味付けをされたリンゴ酢を買ってはいけません。そんなものを飲んでしまうと今お伝えした通りやめられない止まらないと味覚が異常になりますから、もう食べても食べても満足できないっていうね、そういうおかしな味覚になってしまうと、もういよいよ本当にね大変なことになります。ですから必ず痩せるリンゴ酢を選びましょう。ですから間違ってる方っていうのは、一つ目のポイントは添加物がたっぷり入ったリンゴ酢を買ってしまっている方になります。では逆に痩せるリンゴ酢ってどんなリンゴ酢と気になりますよね。そこで今回はしっかりと痩せるリンゴ酢のご紹介もしていきますよ。一つ目です。こちら痩せるリンゴ酢というのはリンゴ果汁 100% のみでできたリンゴ酢を選びましょう。純リンゴ酢と呼ばれるものですね。なので有機栽培であったりオーガニック栽培の JAS マークがついたような無添加のもの、香料、着色料、保存料などなど先ほどお伝えしたようなものが入っていない完全無添加のリンゴ酢を選びましょう。でプラスさらに健康志向が高い方におすすめなのはこちらアップルサイダービネガー、リンゴ酢のことなんですけれども、製造過程で、ろ過をしていない非加熱のマザーという残留物が残ったリンゴ酢になります。見た目もね分かりやすいです。濁ってます。でこういった方が酵素やミネラルがねろ過する前ですか残っていますので、さらに健康効果を高めたい方はこういったアップルサイダービネガーと呼ばれるろ過する前のマザーが入った濁りがあるリンゴ酢を選んでも OK です。ただこれなかなか手に入りにくいので、市販ではですねちょっと私は今日お持ちしたのはこちらなんですけども、イオングループ系のスーパーですね、トップバリューとかマックスバリューとか、ここで売っている純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% のみを使ったリンゴ酢がこれ結構コスパがいいです。ミツカンとかいろいろメーカーはありますが、メーカーは問いません。ポイントはとにかく無添加であること、ここをポイントに選んでいきましょうね。では間違ったリンゴ酢ダイエットの原因その2はこちら、リンゴ酢をそのまま飲むということです。例えばこのリンゴ酢ですね、純リンゴ酢をこのまま飲んではいけません。酸性が強いものですから、このまま飲んでしまうとですね、胃が荒れます、胃や腸がですね。なので必ずリンゴ酢ダイエットがいいんだけれども、このまま飲むことはしないでください。決してしてはいけません。酸性が強すぎますからね。なので必ず白湯だとか無糖の炭酸水であるとか、そういったものと薄めてから飲むようにしましょう。では間違ったリンゴ酢ダイエットの太る原因3つ目はこちらです。1日あたり大さじ3杯以上を摂取している、要は飲みすぎてる方ですね。この純リンゴ酢は1日あたり大さじ2杯までで十分効果があります。決してそれ以上、飲んだからといってすごく効果が出るかっていうのはそんなねエビデンスは出ておりませんので、しかも何でもそうです、いいものも飲みすぎ食べすぎは NG ですよね。ですからご自分のペースでだいたい大さじ2杯を目安に飲むということがとっても大切になります。それ以上いっぱい頑張って飲まなくても大丈夫です。では間違ったリンゴ酢太ってしまう原因4つ目はこちらです。飲んだり飲まなかったりしてる方ですね。例えば忙しかったって、そういえばここ3日間飲んでなかったな、じゃあ今日まとめて3日分飲んじゃえとか、こういった飲み方の方ですね、ブブーですね。なぜかというとこれは毎日飲むからこそ効果があります。なのでいきなり飲まないとかまとめて飲むっていうのは効果が出にくい飲み方になりますので、ぜひ毎日大さじ2杯を目安に毎日毎日摂取していくことがポイントということになります。はい、間違ったリンゴ酢太る原因の5つ目はこちらです。3ヶ月未満でやめてしまった、これも NG です。
リンゴ酢ダイエットはですね、やはり効果が出る方は本当に1週間2週間もう長くても1ヶ月という方もいらっしゃいますが、体質改善も含めて最低でもやはり3ヶ月毎日毎日大さじ2杯続けていただきたいんですね。それ以下でやめてしまわれますと、せっかくもう少しで効果が出るのにっていうところでやめてしまうのは非常にもったいないことですよね。ですから最低でも3ヶ月は続けていただきたいと思います。では太るリンゴ酢ダイエットの原因の6つ目はこちら、冷やして飲んでいる方ですね。これはもったいない飲み方です。せっかく真面目にレシピもちゃんと忠実に作って飲んでいるけれども、それを冷やして飲んでいる方、もしくは氷を入れている方ですね、ブブーです。なぜか腸が冷えると代謝が落ちますから太ります。なのでどんなにねダイエット効果の高いリンゴ酢であっても、冷たいリンゴ酢ドリンクは NG です。必ずホットかせめて常温で飲んでいきましょう。では最後7つ目の原因はこちら、もうそもそも暴飲暴食をしている方ですね。ここはやはりね根本的な原因ですね。リンゴ酢だけ飲んでいればいいだろうというのではなかなか解決しません。根本的なその方の暴飲暴食をしている上でのリンゴ酢を飲んだところで追いつきませんね。それはリンゴ酢だけ効果を狙ったとしても間に合いませんので、ぜひそこは根本的に見直していただいて、日頃召し上がっていただくものは私のこの腸活ダイエットアカデミー の YouTube チャンネルでたくさん腸を整えるレシピをご紹介しています。それを取り組みつつまたリンゴ酢を始めると、このダブル効果だとさらに加速しますので、根本的な生活習慣お食事の改善ですね、そこを見直していきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエットそして健康効果の高いリンゴ酢がなぜ取り組む方の中で効果が出ない方がいるのかということでですね、間違った太ってしまうリンゴ酢ダイエットの原因7選ということで詳しくお伝えいたしました。ぜひですねこの7つのことを改善していただきまして、そしてじゃあどうやったらね痩せるリンゴ酢ドリンクになるのレシピになるのっていうのは、この動画をご覧いただいた後に私のチャンネル内でたくさんたくさん簡単で美味しくて続けやすいレシピたくさんご紹介しておりますから、ぜひそちらをご覧いただいてお役立てください。それではこの動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際取り組んだご感想などなどコメントいただけますととっても励みになっております。嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。